あ、もしもし、兄ちゃん？もしもーし。もしもし、兄ちゃん？もしもーし。あれ？これ繋がってるのかな？もしもーし。もしもーし。あれ？もしもし、兄ちゃん。聞こえている。びっくりした。お前の声、俺の耳に届き続けている。よかった。兄ちゃん、久々。お前の声が聞けて、最近家から出ていなかった俺は、うん、とても嬉しい気持ちだ。よかった。よかった。兄ちゃんでも元気そうで、家のね、みんなも元気だよ、お母さんもお父さんも。俺はよかった。俺は元気でやっているが、うん、俺なんかよりも、お前らが、元気でやっていることが俺の元気につながっている。よかった。ありがとう兄ちゃん。お前さえ元気なら俺はいいんだ。よかった、ありがとうね。いや俺もさ、学校とかさ行けてないからさ、オンライン授業になっちゃって、そうで、さっきまでオンライン授業してたの。お前はとても優秀な子だ。だからオンライン授業でも十分いいところに行ける。わかった。ありがとう。兄ちゃんのやっぱ喋る速度あるからラグなのかなって一瞬思うね。私は日本で一番早いと言われている Wi-Fi をつけているので、ラグはない。結構遅く感じた。だとしたら結構遅く感じたよ。ラグは、うん、ない。ありそうなんだよな。喋り方でラグありそうなんだよな。え、兄ちゃんさ、家出てってさ、今どんな感じ？今、暮らしとか、うん、俺は、うん、六本木ヒルズの一番高いタワーマンションに住んでいる。あれか、あのツタヤのところか。すげえ。空からの景色は絶景だが、何かとても寂しいようにも感じるんだ。なんでだろう。なんでなんで。だってさ、タワーマンとか最高じゃん。俺も住みてえわ。なんで。タワマンに住むまではいいが、うん、案外住んだら、家族といた実家の方が居心地がいいと感じる。なるほどな。確かに確かに、俺もその、まあタワマン住んだことないからわかんないけど、意外とそうなのかな。一人でいるには 6LDDK は広すぎる。 DDK？ ダイニング2個あるじゃん。DDK?6LDDK。DD って言ってんのやっぱ。ダイニング2個あるのか。え？ DD？ 一部屋ダイニングじゃね？あ、そうなんだ。ああ。兄ちゃんさ、でもさ、今流行ってんの知ってる？オンライン飲みとか。やってる時か。俺も今度友達とさ、オンライン飲みみたいな感じでさ、なんかジュースだけどさ、こうみんなでやろうぜみたいなさ、この間やったの。オンライン飲みなら毎日母ちゃんからしつこく誘われる。母ちゃんもやりたいんだ。まあでもみんなそうか、やりたいのか。母ちゃんは若くて可愛いが、しつこいのがたまに傷だ。母ちゃん？うちの母ちゃんじゃなくて？うちの母ちゃんではない。え、母ちゃん？ああ。母ちゃん？そうだ。母ちゃん？お前が名前を言っても知ってるかはわからないが、橋本環奈という女だ。橋本環奈？ああ。橋本環奈って、あの橋本環奈？
橋本環奈は何人かいるのか？いやいやいや、え、神楽？え、神楽の橋本環奈？神楽っていうのは私はよくわからないが、橋本環奈だ。あの、キングダムの、あれの環奈？なんで実写化されてこれんだ。キングダムは私も見た。あの、ね、あれの環奈だ。あれの環奈？私は、キングダムは母ちゃんと一緒に見に行った。めっちゃ贅沢してんじゃん。マジ？母ちゃんが毎日毎日飲みたい飲みたいと言って、それに付き合ったりしている。イメージないけどね。橋本環奈お酒好きなイメージないけどね。母ちゃんは死ぬほどお酒が好きだ。マジでイメージないよ。ただ明るくはっちゃけるので、とても人気はある。いや、そりゃそうだよ。あの感じで明るくはっちゃけてくれるの最高すぎるじゃん。ああ、ただ母ちゃんはちょっとしつこい。だから俺は母ちゃんからの連絡を最近無視している。嘘つけ！もったいなすぎるやろ。ちょっと、兄ちゃん。もったいないよ。でも最近は笹ちゃんがすごいグイグイ来るから、笹ちゃんとよくリモート飲み会をしている。笹ちゃん？何笹ちゃんって。笹ちゃん名前言ってもわかるかわかんないが、石原さとみだ。笹ちゃんって呼んでんだ。石原さとみ。石原さとみから俺はあなただけには笹ちゃんと呼ばれたいと言われた。変な風に呼ばれたいんや。え、石原の、もうあの石原さとみ？石原さとみって何人かいるのか？さっきも言ったけど、え、あれだよね、あの、地下鉄の CM の石原さとみだよね。地下鉄の CM は知らない。そうか。チョコレートの石原さとみだよね。チョコレートの石原さとみは知らない。涙袋の石原さとみだよね。ああ、涙袋の石原さとみだ。ああ、そうそうそう。涙袋の石原さとみ、笹ちゃんって呼んでんだ。リモート飲み会？ああ、笹ちゃんが俺と毎日飲みたいと言って、いつも泣きついてくる。羨ましい。羨ましい。笹ちゃんはちょっとしつこい。しつこいや。笹ちゃんが、俺と付き合ってほしいと言ったとき、俺は焦って妹を切った。ちょっと兄ちゃん、笹ちゃんは好きなんじゃない？わからない。あ、好きだ。初めて出たわからないの感情。俺は笹ちゃんといると楽しいし、笹ちゃんのことを思うと胸がぐっとなる。ただ、わわわ好きかどうかは。わからない。多分好きだ。多分好きだ、兄ちゃん、笹ちゃんのこと。でもそしたらさ、石原さんが、俺の姉ちゃん？結婚じゃん。絶対結婚した方がいい。絶対結婚した方がいいよ。ただ、そうは言っても、さあちゃんが黙っていないと思う。さあちゃん。ああ。さあちゃん。さあちゃんが黙っていないと思う。さあちゃん。ああ、そうだ。さあちゃんって？名前を言ってもわからないかもしれないが。多分わかるよ。長澤まさみだ。さあちゃん、すげえ。さあちゃん。長澤まさみ。母ちゃんはそんなにすごいのか？すごいよ。俺は母ちゃんとたまたまコンビニで母ちゃんが物を落としたのを拾ってあげて、そっからの付き合いだ。いや、行かへん。長澤まさみ多分コンビニ行かへん。行ったんだ。熱出そう。熱出そう。さあちゃんとはどういった関係でしょうか？
さあちゃんは毎回俺をこう羽交い締めにしてきて、ほら私と付き合えとか言ってくる。羨ましい。なんてだ。正直に言うと、めんどくさい女だ。すげえ。ただ、俺は思った。さあちゃんは、とてもチャーミングで、さあちゃんとは、長い間、ずっと一緒にいたいと。いないいない。長澤まさみのこと、チャーミングって思う人いない。思える人いない。長澤まさみは長澤まさみだってなるだけだ。すげえ。長澤まさみってそんなに有名人なのか？有名だよ。めちゃめちゃ有名だよ。そうなのか。ただそうは言ってもそうなったらねっちゃんが黙ってないだろうな。ねっちゃん？ああ。ねっちゃん？ああ、ねっちゃんに俺は、ねっちゃん。少し、ほの字だ。ねっちゃん？ね？ああ、ねだ。ねっちゃん。ね？よね、よね、ねくらのね？よねくらじゃない。ねっちゃん。よ、ね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 ず、ね、ねず、ね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 、誰？ねっちゃんを、根本はるみだ。根本はるみかい。根本はるみかい。俺は少し、彼女にほの字だ。ほの字なんかい。ちょっと、兄ちゃん、そう、前三人がすごすぎてちょっと入ってこないです。ああ、ただ根本はるみも有名人だと言っていたぞ。そうそう、有名人は有名人なんだけど、なんかちょっと、じゃあ、ま、前の三人と同じじゃないか。有名人という点で。なんかちょっと違うよ。そう、そうなのか。うん。なんか、前髪も収まってきた。ありがとう。そっかそっか。いや、兄ちゃんでも、すごいから、なんか、合わせて。当たり前だろう。大好きなお前が会いたいというなら、このメンバーを全員集めて、みんなで一度食事に行こう。すげえな。みんな集められるのすご。兄ちゃんしかいないんじゃない？ちょっと連絡してみる。この自粛期間が終わったら弟と飯に行きたいんだかと連絡をしてみる。あ、ありがとう。私この全員集合かなんだろうな。海町ダイアリーみたいな。あれは確かに衝撃だったもんな。みんないるみたいな。俺好きな人。何？なかなか予定が合わなかった。まあ、そらそうだよ。ねっちゃんだけ来れるみたいだ。あ、もう会いたいです。じゃあ、ねっちゃんとお前と俺でご飯に行くか。あ、はい、ぜひ。なんなんだ。うるせえな。お前は本当にうるせえぞ。誰かいる？冗談じゃない。今俺は、一番大事な弟と喋っているんだ。誰電話なんかかけてくるんじゃない。あ、電話か。俺は弟と楽しく喋っている。わかったか。今すぐ切らないと、ぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばしてやる？根本さんに当たり強いよ、兄ちゃん。根本さん？違う、キーキーだ。キーキー？ああ。キーキー？なんて言ったかな。みんなには、そうだ。キョンキョンと呼ばれてるらしい。キョンキョン？キョンキョン？ああ、キーキーはしつこい。だから怒った。
げえ。すげえ。どうした？いや、ちょっとすごすぎて言葉でないよ。そうか。すごくなんかない。うん、お前の方がすごい。毎日リモート授業を一生懸命受けて。めちゃ普通だって。お前の方が何倍もすごい。俺なんて何もすごくない。いや、めちゃ普通だよ。俺なんてただ。俺なんてただ。世の中の女を惚れさせることぐらいしかできない。すげえ。それがすげえ。なんか俺にも最高だ。いや、すごいな。なんか俺にも才能ある気がしてきたな。お前は才能で溢れてる。お前は俺なんかより全然すごい。いや、そんなことない。俺なんてただ、広瀬姉妹からこうやって両手を引っ張られてるぐらいだ。羨ましい。広瀬姉妹から両手引っ張られるの羨ましい。それぐらいしかない。ありすぎるよ。お前、好きな有名人とかいるのか？好きな有名人は、そうだな。まあ今はちょっと、乃木坂見てるかな。全員に合わせてやる。え、嘘。ああ。乃木坂。欅坂。日向坂。あんまり言うことではないが、全員俺に惚れている。秋元さんよりすごいよ。あ、秋元さんも同じことを言っていた。それ、やったことあるんだ。すげえ。あ、秋元さんはよく言う。俺の後を継げるのはお前だけだと。え、すげえ。すげえ。それに対して俺は、秋元さんの頭をくしゃくしゃしながら、冗談じゃないですよと言う。いや、関係性どうなってんだよ。それをすると、秋元さんは、死ぬほど笑う。笑うんかい。秋元さん寛容だな。ちょっと、じゃあ、ちゃん、あ、うん、すまん。一旦切らせてもらうな。はい、あ、どうした？うん。今、急に、安倍さんから相談をしたいという連絡が来た。女の人だけじゃないよ。じゃあ、兄ちゃん、安倍さん優先して。もういい、優先して、安倍さん。早く。安倍さんが、ワンワン泣きながら、俺のところに連絡が来たんだ。早く。いや、待てよ。俺が一番大事なのは、弟なはずだ。いやいや、日本。安倍さん。日本。すまん、少し時間をくれ。安倍さんに断りの連絡を入れてくる。いい。日本。ちょっと、兄ちゃん、すごすぎてしんどいな。何の仕事してんだっけ？